もうちょいあれ欲しいな。取れるか。オッケー。これ取りたい。これ取りたい。取りたい。取りたい。ああ、間違えた。間違えた。ああ、ああ。済んだ。捨てちゃった。え。あんね、プラスチック、やってしまったー。プラスチック。待って。済んだ。だって、あのプラスチックが、あのプラスチックこっちに引くんねえかな。だったら作れんだけど。ポッ！いけ！届け！届いた！オッケー。オッケー、どこ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 。オッケー！あぶねえ！あ、これか。ねえ。危なぁ、サメいるじゃん。今だ！はい、どうも、ジャッキーです。だけど、今回は、ラフト。結構前にリリースされたゲームなんですけど、なんか最近アップデートが来たらしいんで、僕もこういう家を作りたい。ということで、今回は、ラフトをちょっと、久しぶりにやっていこうかなと思います。はい。まあでも、久しぶりって言っても前回3年前ぐらいにやったんですけど、ほんとちょっとだけやって終わったんで、はい。さっきちょっと練習を兼ねてやってきたんですけど、新しい世界でやってきました。で、これは、ピースフルとか、イージーとかあるんですけど、まあ、いい、ノーマルでいいよね。ああ。まあ、実は、動画で、動画でもやったんですよ。存在してる。あ、俺作ったんだ。じゃあ、2でいいや。2でいいや。はい。ということでやっていきます。昔3年前ぐらいにね、動画出したんですけど、この、今のチャンネルの1個前ですね。はい。なんですけど、そこで上げたんですけど、まあ、飽きて やめましたね。はい。ということで、今回はちゃんと、やっていきます。はい。さあ、ということで、実はね、この前少しだけやったんですけど、はい。うわ、先行っちゃってるね。単純な、基本的なルールとか僕もう把握してるんで、あとはね、もうただ、ほんと初見に近い状態なんで、サメがね、サメがマジ脅威なんですよ。あとは、周りが何もなさすぎる。で、ここに落ちちゃうとサメに食われちゃうんで、はい。ほんと、こっからマジで最初何もないから、気をつけないと。で、ここで、オッケー。もうちょいあれ欲しいな。取れるか。オッケー。これ取りたい。これ取りたい。取りたい。取りたい。ああ、間違えた。間違えた。ああ、ああ。済んだ。捨てちゃった。え。あんね、プラスチック、やってしまった。プラスチック。待って。済んだ。だって、あのプラスチックが、あのプラスチックこっちに引くんねえかな。だったら作れんだけど。やばいやばいやばい。これシフトキーで、ギリギリまで。拾えた拾えた。オッケー。よし。おいで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 。取れる取れる。ああ、取れない。ああ、どうしよう。次、これ。これが。ああ、無理、届くかな。ポッ！いけ！届け！届いた。オッケー。オッケー、どこどこどこ。オッケー！危ねえ。あ、危ない。サメいるじゃん。今だ。あぶねえ、あぶねえ、作りまーす。あぶな、マジで。マジ怖え。オッケーオッケーオッケー。もう今度は捨てないようにしないと。マジで怖え。今回じゃあ最初の目標とか決めていきますか。目標は、とりあえず、そうだな。自分の拠点広げますか。ダブルドリブル。オッケー。ガブドリゲッチュ。で、たまに出てくる樽、あん中にね、アイテムいっぱい入ってるんで、だいぶそれも一つのキーアイテムなんじゃないかなと。椅子とかあるね。え、すげえ。ただ椅子の前にちょっとね、建築用ハンマー、ロープが必要なんだ。作れたけども、ロープがもう一個、あー、ラッキ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 ー、イエー。さあ、ちょっとあれも取って、島が見えたから、島でちょっと漂流して、アイテムとか取れたらいいなって感じなんですけど、ヤシの葉っぱ意外と使えるからな。ヤシの葉っぱでさ、ロープが作れるってどういう原理っていうか、どういう感じなの？オッケー！あ、いいね、いいね。石とスクラップ。めっちゃありがてえ。ちょ、あれ取れないかな？無理だな。他のプレイヤーとかっていんのかな？とりあえず建築用ハンマー作って、石欲しいな。あそこに漂流したい。あそこ、そう、石の斧があれば木とか取れるんで、ひたすらもう、石とヤシの葉っぱを取っていくしかないですね。あと、このゲーム、食料もね、そう、お腹とね、喉が渇くんですよ。だから、それもちょっと、マイクラほら、空腹だけじゃん。けど、このゲーム、喉の渇きもあるから、それもまためんどくさい。このまっすぐ行くと多分ぶつかるよな。ぶつかるな。昔ね、昔っていうか、前やった時に、イカダがね、どっか行っちゃったんですよ。イカダがほんとどっか行っちゃって、もうその時初見だったから、もう積んだと思って、
2時間ぐらいずっとフラフラしてて、っていう思い出がありますね。で、こいつが襲ってくるんですよ、サメが。ただ今、木の槍がないんで、対抗できないんですよ。で、無くなったら終わり。取れっかなぁ。オッケー。あ、ギリギリでも漂流しなかった。で、これがゼロになるとおしまいなんで、ちょいちょいね、サメに気をつけながら。意外と重要プラスチック。よいしょ、こんな海汚いんだ。俺だったら絶対嫌なんだけど、こんな汚い海。ちゃんと大事にしようぜ、ちゃんと。まあ、そろそろこんな感じで取れたんで、さあ、ちょっと作ってきますか。建築用ハンマーが。あ、先にあれか。オッケー、これで、いきます。ほい。避けていく感じで。オッケー。で、プラスチックやっぱ、あのね、いかだ、この、点を広げるためにはね、やっぱプラスチックめっちゃ大事なんで。とね、プラスチックめっちゃ大事。だから、あれも取りたい。取れたらいいな。取れたらいいな。取れたらいいな。ナイス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 優秀じゃん。あれはなんだ？他のプレイヤーのやつかな？いや、足んないよな。惜しかったな、あれ。そう。あれ、他のプレイヤーもいるってこと？あそこ行きてえな。めっちゃあそこ行きたい。壊れた。やばい。タルが3つある。これは逃せねえ。タル欲しいって、先にこっちのタルから取るよ。先にこっちの樽から、オッケー。ま、あー、あれ欲しい、待って。あの樽、樽じゃねえ、もうロッカー欲しい。あれ取りてー。多分でも無理だよな。無理足んねえわ、無理だ。またの機会に。いろいろ放置してました。まあ、いろいろな事情により、なぜかこの状態で放置するっていう感じなんですけど、やばいです。とりあえず、空のカップがプラスチック、スター作っちゃったー。足んないので、急いでプラスチックを取ります。荒波っていう結構やばい感じなんですけど、欲しい！足りるか？足んねえか？この後もいろいろなアイテムを取っていくが、喉の渇きと工夫が迫る。そして、この状態のまま生き延びることができるのか。そして、次回ついに、次回、うんちとうんこの違いって？